最近のナイス HCK は、バラエティ豊かかつ、魅力的な価格帯のラインナップのケーブルを、数多く登場させるブランドとして認識されているんだけど、このブランドだからこその悩みがある。取り回しが良くて正統派な構成のケーブルを見つけるのが難しいことだ。というわけで、今回は、純度 7N の銅ケーブルを、同じ線材の銀メッキ線と組み合わせた、7N 単結晶銅銅銀メッキ線、ナイス HCK Ace リラックを紹介するぞ。銀メッキ銅と銅のケーブルの組み合わせは、どんな人でも一度は通っただろう、アップグレードケーブルの定番のような仕様。痩せずに力強い低音域、強調される高音域と、ドンシャリ傾向の強いイヤホンを、より力強く鳴らすために最適の構成だ。低価格なこのテノミックスケーブルは、低価格な銅線材の、高音域の明瞭性を少し残ってしまう特性を補うために、銀メッキされた銅線をミックスしたものが主なんだけど、ケーブルには一つ、マリがある。それは、価格の高い高純度な線材で殴ると強い、ということ。7N。つまり、99.999。の9が7個続く、という意味、99.99999% 以上の純度を誇る、という意味で、ほんの少し純度が高まっているだけなんだけど、価格と体感に大きな差が生じるのがこういったケーブルの面白いところ。名前の通り、落ち着いたライラックカラーとなっていて、写真で見るより安定した色合いで、様々なイヤホンに組み合わせることができる。ケーブルの取り回しも良好。先日発売された、ゴエーサからに近い取り回しなんだけど、細すぎず太すぎずの4芯線材で、重量、横方向のねじれなどの反発力もちょうどいい感じとなっているぞ。今回は、MMCX プラグと2ピンプラグが設定されている。残念ながら、QDC などの特殊2ピンの設定話だ。それから、上級ケーブルらしく、プラグも 4.4mm のみの設定、アンバランスプラグは用意されていないので注意しよう。はてさて、取り回しについてはそんな感じ。表面も、抵抗のないビニール被膜なので、取り回し面で不満に感じるポイントはないと思う。ストレスのないケーブルだ。これで音が良ければ、100ドル以下の定番ケーブルとして、おすすめできるところだな。音色については、やはり、この手の銀メッキ純銅のミックスケーブルらしい、低音域の量感を損なわず、かつ、高音域のエッジを少し強調する音色。面白いのが、この手のミックス線、すべてのケーブルが銀メッキされているものよりも、高音、低音にメリハリが出て、ボーカルが少し小さくなる代わりに、高音域はただの銀メッキ線より強調されることが多いことなんだよな。なので、カリカリに強調された高音域と、しっかりと量感を保った低音域を保つことができる。でも、それだけだったら、安価なミックス線でも良いと思わない？純度 7N、という数字、ただのスペックなだけではない。僕らが中華イヤホンを始める前から、7N という数字を超えると、妙に聞きたい音がもっと聞こえるようになる、というケーブルマニアが多い。事実、一般的な純度。と言ってもこの時点でかなり純度は高いんだけど、4N の無酸素銅などと比べると、5N くらいの単結晶銅は明らかに解像度に優れ、7N まで行くと、解像度、分離感ともに、想像以上のキレを増すようになる。エースリラックはまさしくそんな強烈な音色を持つケーブルで、単結晶銀メッキ 7N 銅線と、同じく単結晶 7N 銅の組み合わせのパフォーマンスは、しっかりと出てきている。このレベルで解像度を引き上げたいようなイヤホンというと、BA や平面駆動、EST など、お高いイヤホンで見かける特殊ドライバーなどを採用してまで、分離を引き上げたようなイヤホンたちだ。それらにうまく刺さると、本当に解像度が一段引き上がる場合がある。もしくは、丁寧に作られた、1ダイナミックドライバーモデルなどでも、さらに解像度が引き上がる場合があるな。それでいて、バランスはおバカなドンシャリ、こんなに素敵なイヤホンはないだろう？と、考える人におすすめしたい。他のモデルに比べて、より、低価格ケーブルなどでも見かける、単純明快に楽しいバランスでありながら、それと同時に、高純度ケーブルらしいポテンシャルや底力を感じられるところが面白いケーブルだな。取り回し面、音質ともに、使いやすい一本だけど、同じ HCK の同時期のモデルも、取り回しが良好なので、自社内にライバルがいっぱいいるぞ。よかったら、いろいろ最近発売のナイス HCK 系ケーブルを探してみてくれ。といったところで今回はここまで、